哲学者、法学者である。フランシスコ・デ・ビトリアと並ぶ16世紀、サラマン科学派の創設者として知られる。セゴビアにて貧しく身分の低い家庭に生まれる。アルカラ大学、パリ大学で、トマス・デビラノバを及びジョン・メイジャーの皇帝となり、哲学、論理学を学び、この頃ビトリアからの影響を受けた。そして、アルカラ大の哲学教師となったが、 突然職を実施1525年、ドミニコ会に入会、同年ブルゴス学院及び1532年以降は、サラマンカ大学で教鞭を取った。皇帝カール5世により、トリエント公会議への代表団に選ばれ、ドミニコ会の代表として活躍した。公会議中断後は1548年に、カルロス1世の長文史の地位を得るが、ほどなくしてこの地位を捨て、 サラマンカに戻った。そしてビトリア没後のサラマンカ学派の後継者となり、1556年の引退まで講義を続けた。この間、1540年にはスペインを荒廃させた基金を見て、貧民救済論を執筆し、貧民の問題を中央の厳しい統制によって解決しようとした、不安でメディナを批判した。また、インディアス先住民問題にも関与し、 1550年、ダスカサスとセプルベダが争った、バリアドリッド論争では、審議会の議長を務めている。サラマンカで死去。サラマンカ第三エステバン学院の回廊天井には、包位をまとった、彼とビトリアの肖像画が掲げられている。ビトリアと共に、サラマンカ学派の創始者となり、進学者としては、トマス・アクイナス、進学大前の注釈書を表したか。 ビトリアによって開拓された国際法理論と経済理論を継承、発展させた。国際法理論については、スペイン植民政策の批判的分析を通じてインディオの権利を擁護し、彼の著作は国際法の父とされるグロティウスの主張、戦争と平和の方に大きな影響を与えた。また、経済理論については、主張、公正と法において、 先行のルイス・サラビアでラカリエの理論を継承して、公正価格論を発展させ、財価の価格はそれらが人間が、財価に対して認める、必要性の度合いに応じてなされる、評価によって決まると主張した。彼はこの考えを貨幣に適用して為替取引を理論的に肯定したが、これはマルティンでアスピルクエタによって継承され、貨幣数量説へと発展していくことになった。 公正党法は1540年から翌1541年、1542年から翌1543年にかけてのサラマンカの講義に基づくもので、印り、国家の中の商業の一般的形態、公正価格、価格変動と、その原因、その他海運、生命保険まで広範な内容を含む、経済書であり、多くの番を重ねた。ありがとうございます。